こちらがね、あの香川のチームでかまどかまどみたいな、あ、いろんなケーキが、今回ご紹介したいお店はこちらですね。丸亀駅前にあります名物かまど喫茶でございます。ちょっとこっち、はい、これ丸亀駅の前に今来てるんですけど、あのこれ南口かな、そうですね、南口なんですけども、かまど喫茶ってわかるんですね。で、香川県って言ったらかまどが有名なんです。あ、そうなんですね。分かんないよね。いや、もう全然分かんない。CM でかまどかまどみたいな感じ。はいはいはい。これ聞いたらかまど思い出すな。なるほど。まあ、まず知らない人、かまどって何なんだっていう。かまどあれですよ、なんかさ、なんかあの焼き物とかをやるとき、やるとか、あのご飯を炊くみたいな。いや違うね、違う、おまんじゅうだよ。まあでもとりあえずあの物は試しで、はいはい、ね、みんな一回見てね。はいはい。こちらにお邪魔して、もうあの撮影許可いただいてます。かまど喫茶ってのはどういう感じなんですか。もうここで注文買って中でメニューがありますので、あ、それで分かりました。かまどじゃなくてもなんかいろいろ着るわけですね。かまどの販売しながら、その売ってる、かまどキッス、かまどが食べれるってわけだね。はい、ここね、かまどのメニューはないんですけど、向こうの売り場にあるかまどのメニューをね、あ、かまどをね、こちら持ってきて食べることができるっていうスペースらしいですね。もちろんメニューはあるんですけど ね、かまどまだわかんないね、どんなのが出てくるか楽しみです ね、ちょっと。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらがね、かまどです。こちらがね、あの香川の名物かまど、美味しいでしょ。そう、美味しいですね。程よい甘さと、あの、この皮がね、分厚いっていうか、程よい、なんか皮がちょっとサクじゃないですよね。なんか厚い皮があって、その中にこしあんと、こしあんさ、これなんだろうね、もう帰ってしまうけど、あんこが詰まってみたいな、すごいなんかね、その皮だけ食べるやつがいいじゃない。皮だけ子供、今すぐ皮と中だけ別々で食べるね。はい、いうことで、めちゃめちゃ美味しいですね。どうぞ。
懐かしいわ。懐かしいですね。めちゃめちゃ懐かしい。いや最初ねメニューがかまどなかったからいいと思って、でもそこでテイクアウトじゃなくてイートインみたいな理由ね、うんうまっ。でまあおばあちゃんち行くわけよ、そしたらなんかおばあちゃんがコーヒー出してくれるわけよ、なんかコーヒー出すよなんか、すごいちっちゃい時じゃないよ、でも中学校とかコーヒー渡されて、はじなんかえマジでみたいな、まあでもなんかちょっと大人になった気分だみたいな、ビールじゃないけど、出してくれるんだみたいな、だいたい子供ってだよオレンジジュース、オレンジジュースですね、コーヒーになったんだ、コーヒーの年になったんだみたいな、僕牛乳でした、とりあえずコーヒーみたいな。かまど喫茶っていうのは初めてなんですけど、なんか懐かしいなと。でも最近ではなんか結構変わったね、かまどのバレンタイン限定のこのチョコレートというね、ある昔はそんなあったかなっていう感じだったんですけど、やっぱりなんかその時代に合わせて若者受けするような感じでかまどもなんか進化してたかなと思うんですけど、でも本当美味しかったです。なんかゆっくり時間楽しめてまあまたあのタイミングがあれば皆さん行ってください。で本当ね、こっちがあの丸亀駅で、もうすぐ丸亀駅の前にあるんで、多分1分くらいかな、もう本当そうですね、はい、というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございます、またありがとうございます。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。